皆さんこんにちは、なおなお軍曹です。本日はこちら東京ドームシティに来ております。今まで何度か紹介してきたアクバスですが、今回は初めて東京ドームで行われるんです。魚、植物、雑貨、さまざまなジャンルのショップさんがありますので、ぜひ最後まで見ていってください。ほら、南洋ハギすごい可愛いよ。いやー、ゴールドトーチ綺麗ですね。あ、花笠のレッドですか。わー、すごい。バブルディスクも綺麗ですね。触っちゃダメだよ。綺麗だからついつい触りたくなっちゃうね。アクアラボ平安さんです。アクアラボ平安さんは、なんといってもこのイベント時のジャイアントベタ、普段では考えられないほど激安となっております。滝のようなサボテン、かわいいね。かわいいな。ねえ、 YouTuber でもあるニコルさんの生き物部屋、ハロウィンカボチャ。ねえ、ハロウィンカボチャでかわいいね。ここにお魚さんとかさ、トカゲとかがさ、お家住むんだよ。最高じゃない？ねえ、ねえ、いいよね。ジャストギークさん、ジャストギークさんは上野にお店を構えております。ハイグレードのすごすぎるエビたちがこんなにもたくさん。当日はエビエーションさんとキネシンエビさんと一緒に出店なさっておりました。もう海水魚からアロワナから何から何までやってるんだろう。気まぐれ屋さん、レオパ、レオパっていう。レオパ、あ、これ本日からなんですか。あ、そうです。すごい、本当に最新作ですね。色鉛筆で描いてるんですか、これ。すごっ。お花ちゃん、これ色鉛筆で描いたんだって。すごいね、本物みたいだね。写真みたい。アクバスにはほぼ毎回出店なさっている有人さん、店舗は神奈川県の大和市の方にあります。今回もエビも水草もイベント価格でびっくりするほど安かったです。お花ちゃん見て、リスちゃんだよ。リスちゃん、うん、とっても可愛いね。食べてる食べてる。これご飯？ご飯食べてるね。ひまわりの種食べてる。ひまわりの種はご飯だ。かわいいね。あの黄色いの全部ひまわり。ねえ、かわいいね。デグ。ロシアモルモ。すごいね。ホーンさん。ね、そうだね、お家にいるね。隠れ熊の実にもちゃんね。え、スマホのこういったケースも売られてますね。ハッピープラネットさん、見てほら、ウーパールーパーちゃん、かわいい。もうね、見てると全部欲しくなっちゃうぐらいとっても可愛い品揃えでした。ビー玉専門店手作り雑貨のみやびさん、あ、そうなんだ、はい、魚エビやっぱそうです、そうです。あんまり、うわー、綺麗って青いカエルだよ、すごいね。青と、うん、すごいね。セミの抜け殻からこう花が生えてるような形で、抜け殻だけどこうなんか命が宿ってるような、そうですね、そんな感覚になりますね。いや、素敵な作品です。これどうしてあのセミの抜け殻をこうターゲットにしたというか、なんか理由ってあるんですか。そうですね、もともとドライフラワーだけで、はい、木の実とかを、はい、主
主にやってたんですけど、はい、そうですね、そこから釣りの抜け殻も途中仮想みたいでいいんじゃないかと。ああ、なるほど。ああ、もうアイディアですね。本当に素敵な作品です。買っていきたいと思います。ありがとうございます。東京ドームということで、巨人のチームカラーオレンジのペット大集合。オレンジのヘビちゃん可愛いですね。なんているんだ、知らなかった。すごい、すごいね。すごい、太顎ヒゲトカゲオレンジ。うわ、大きい。うわ、すごい。グリーンイグアナレッドハイポルビーアイ。へえ、すごい、かっこいい。イエローパラット、レッドスポット、ゴールデンセベラン。かわいいね。秋を感じさせる水槽だね。そう、モミジっていうの、モミジ。それでは今回のアクバスの戦利品を紹介したいと思います。まずアクアラボ平安さんでサボテン、形も色もドストライクでした。気まぐれ屋さんではレオパの置物、ピンクが好きなお花ちゃんはピンク色を選びました。そしてみやびさんではピンク色のビー玉、そして木のかけらさんではセミの抜け殻のオブジェ、とっても可愛らしいですよね。そしてホーンさんではポストカード。私はですね、ポストカードを集めるの大好きなんですよ。そしてアリトさんでは真っ赤なチェリーシュリンプ、取るのを忘れたんですがくじもやりました。残念ながらハズレでしたが、お花ちゃんはね、とっても喜んでました。おー、すごい、できそうだ、すごいね。この他にもですね、メリーゴーランドを楽しんだり、遊園地とアクバス両方楽しんだお花ちゃんは5万円でした。将来は沖縄に住みたいお花ちゃん、これからもなおなお軍曹&ファミリーチャンネルをよろしくお願いします。またねー。